はい、それでは、今日の文献紹介を行いたいと思います。今日紹介する論文は、Explicit Retrofitting of Distributional Word Vectors ということで、ACL2018 の論文となっております。はい、まず概要です。この論文では、単語ベクトルに対して単語ベクトルを後処理によって改善するレトロフィッティングという手法と、訓練時の目的関数を変更するワードベクタースペーススペシアライゼーションというものを組み合わせて、より良い報告しています。はい、導入です。単語ベクトルっていうのは、様々な NLP のタスクにおいて大きな貢献を、もたらしていますと。しかしながら単語ベクトルの研究の大半が、対象単語と周辺単語の関係を、モデリングするのみのため、対義語を区別することが難しいということが、昔から言われていました。文中の、対象単語に対して周辺単語を予測するような場合であると、何々は大きいと何々は小さいっていう文章は、同じような文脈で出てくるので、それをモデリングしたとしてもそれらを区別することは難しいっていう問題ですね。で、そこで、今までそれらに対する、問題の Specialization ということで、これはベクトルを学習する目的関数に対して、直接的に制約を加えて学習ベクトルをより良いものにするという手法です。例えば、大きいっていう単語と小さいっていう単語は、話すような項を、目的関数に追加してあげるみたいな感じですね。で、ただこの手法なんですけど、ルールが更新されるたびに大規模な再学習が、必要となるっていうのが、一つ問題として挙げられます。で、もう一つの手法として、レトロフィッティングというものが、皆さんご存知かと思いますけどあります。これは、学習済みの、ワードツーベックなりの、ベクトリに対して、外部資源などをもとに、単語間の距離とかを調整してあげるっていう手法になっています。ただこれの関係が崩れるといった問題を、筆者らは挙げていますと。で、そこで、筆者らはこの論文で、2つの手法を組み合わせたエクスプリシットレトロフィッティングというものを、提案していますと。これは、後処理によって、ベクトルの変換をニューラルネットで学習してあげようというものになっています。はい、で、ここから手法の説明に入っていきます。まず、筆者らが提案する手法では、対義語や、類義語のペアが必要になるので、まず外部資源から、対義語や類義語のペアを抽出するっていう過程がまず入りますと。で、そこに対して、学習済みの、ディストリビューショナル、ベクタースペースっていうものをブライトとライトであれば同義語、全く同じ意味を持つ語であるから、距離的にはもうほぼ同じ部分に位置してほしいよねっていうことで、距離をゼロっていう感じに設定してあげます。逆に対義語であれば、ソースとターゲットって、意味的には全く反対になっているから、これらは距離とし、コサイン類似度であれば距離2が最大なので、距離を最大になるように学習してほしいよねっていうような、マイクロバッジをここで作ってあげますと。で、ここで作ったそのマイクロバッジっていうのをそのニューラルネットで学習してあげるっていうのが、提案する手法となっています。類義語のペアはただこの手法をそのまま適用してあげると、類義語を近づける学習をすると必然的に、関連語も近くなってしまうっていう問題があります。例えば、カートオートモービルですか、を、近づけると必然的にカートドライブも近づいてしまうんですけど、でもカートドライブっていうのは、確かに関連はしていますけど、同義ではないので、これらは別に近くにはなってほしくないですね。なんで、そこに対して
ネガティブサンプリングっていうものをまあ導入して、ワード2ベックのネガティブサンプリングとは違うんですけども、導入してまあそれらを対処しています。でこれはまあ元のベクトル空間で最も近い形単語の距離がそのままになるような制約を目的関数に加えてあげるっていうようなものになっています。という感じの、ニューラルネットを構成してあげて、まあ、学習してあげるっていうようなものになっています。まあ、単語 wi に対するベクトルを xi として、でそれらを類眼などの情報をまあ保持した xi' っていうのにまあ変換する関数っていうのを、まあ、その f の、まあ、この関数をまあニューラルネットで学習してあげようっていうのがまあ目的になっていますと。でまあ、筆者らは、まあ、このニューラルネットを学習する上での目的関数として2つ提案をしています。で1つが mean square distance objective ということで、まあ、略して ERMSD ということになっているんですけども、まあ、これは単純に2つの単語の距離の差を差の2乗を、まあ、最小化するような目的関数になっています。まあ、さっきの例であればまあ、ソースとターゲットであれば、まあ、ここの GI っていう距離は、2でした。全く反対の意味を持っているので、まあ、2っていうような形で、まあ、定義されていました。でそれに対して変換後の単語 X1 と単語 X2 の距離の差を、まあ、なるべく小さくしようっていうような学習を行う目的関数を、まあ、ここでは、ERMSD という形で、まあ、1つ提案をしています。はい、まあ、G のこの X1 と X2 っていうのがまあ距離の関数です。まあ、ここではコサイン類似度やまあユークリッド距離などが考えられるんですけど、まあ、先ほどのマイクロバッチの例ではコサイン類似度でした。でもう一つ、コントラスト関係を、まあ、直接関係反映させる目的関数っていうことになっています。まあ、基本的にはまあこの目的関数に基づいてまあ学習を行うんですけども、まあ、ここで注目してほしいのが、まあ、この G1 ですね。で、G1 の1がまあ何を意味するかということなんですけども、まあ、このマイクロバッチにおける一番上の部分ですね、このソースターゲットとかブライトとライトみたいなこういう直接的な関係をまあより考慮しながら学習を行ってあげるっていうのがこのERCNT の目的関数になっていますと。で、まあ、ERMSD に対して、まあ、より類語とか対義語などの情報を反映することができるというふうに筆者らは述べています。で、まあ、ただ今の変換を加えた入れてあげています。でこれは元のベクトル空間上に存在する意味的関係を失わないための、まあ、正規加工というふうになっています。まあ、元の、ベクトル空間と、まあ、変換した後のベクトル空間の距離が、まあ、なるべく変わらないような、まあ、制約項になっています。で最終的な目的関数っていうのは、まあ、先ほど紹介した、まあ、2つの目的関数のどちらかに対して、まあ、重みラムダで正規加工を入れてあげるっていうものになっています。はい、はい、でここからが実験になります。事前学習させたベクトルには、まあ、ワード2ベック、グローブ、ファストテキストの3つを用いています。で類義語や対義語の抽出には、ワードネットとロゲットシソーラスというものを使用しています。で、まあ、これによって、まあ、大体100万ぐらいの類義語で、まあ、30万、40万程度の、まあ、対義語というのを抽出していますと。まあ、ユニークな単語数では、まあ、大体5万語ぐらいに絞られるので、まあ、レトロフィッティングでは、まあ、問題になっていた、まあ、制約のない単語を変換することができないっていう問題に対する、まあ、この手法の有効性っていうのが確認できるっていうような形になっています。で、まあ、距離関数には、ユークリッド距離を、まあ、今回の実験では使用し、正規加工のパラメーターにはラムダには、まあ、0.3 を用いています。で今回評価には内部評価と外部評価それぞれに分けて2つを評価しています。あ、すいません、2つじゃないですね、計4つを評価しています。でこの、僕の文献紹介ではワードシミラリティとレキシカルシンプリフィケーションテキストシンプリフィケーションの2つについて紹介します。でまずワードシミラリティの結果なんですけども、
シムレックスなどに含まれる単語のペアの制約を除外した場合でも提案本がより良い精度を記録しているっていうことが分かりますと。これですね。で、先行研究であるアトラクトレペルっていうものは、全ての制約を使った場合には有効なんですけども、カバレッジを考慮した場合は高段処理において有効ではないっていうことが確認できるかなというふうに思います。はい。で、エキシカルテキストシンプリフィケーションの評価に入りますと。レトロフィッティングの手法である、アトラクトレペルっていうものに対して、この ERCNT っていう手法では、より高い精度を記録しているっていうことが確認できますと。で、先ほどの抽出した、ここでの、大体計、150万ぐらいの制約なんですけども、ここでのカバレッジっていうのは大体 59.6% であるため、アトラクトレペルに対して、なぜ優位性を持っているのかっていうのは、やはりニューラルネットの半可性能にあるのではないかという考察がなされていました。これがなんかそのシンプリフィケーションを行った結果の一部なんですけども、例えばその1行目のレスラーは彼らが緊張を巻き起こした一連の出来事をたどり悪人や英雄を描いたという文章の、悪人という単語をアトラクトレペルっていう先行研究では、プロタゴニストっていうふうに置換しているんですけども、 ERCNT においてはデーモンというような形で、意味を若干保持したような形で言い換えすることができているということが確認できます。はい、まとめです。レトロフィッティングと、ワードベクタースペーススペシャライゼーションを組み合わせた新たなベクトルのチューニング方法っていうのを提案しました。で、ワードネットなどに制約が存在しない場合でも、入力された単語ベクトルを、新しい単語ベクトル空間上に変換できる半可性能を備えたモデルっていうのを構築しました。で、実験の結果、ワードシミラリティやレキシカルシンプリフィケーションの評価において既存のモデルよりも良い性能を記録したことを報告しています。以上で発表を終わります。